こんにちは、ゆめたチャンネルです。今日はね、新しく9月23日に運行開始した大阪バス、運行路線図は、JR 四季駅から JR 四季駅から札幌スプラザ、北口と南口があります。今僕がいてるのは南口です。だからこの時はもうぐるっとね、北口通って南口通ってまたね、外側に出て柏村町の方向に、竹川小見線前を通って中畑八尾税務署前、八尾総合体育館ウイングの前を通って特殊体育用品前を通ってですね、でプリズムホール前にバス停を通って